皆さんこんにちは、証券ママです。今日はクリスマスも近いのでホームベーカリーを使って簡単にシュトーレンを作ります。最後までご覧になってぜひ作ってみてください。それでは材料です。まず強力粉が 170g、 アーモンドプードルが 30g、 砂糖が 20g、お塩が 3g、 有塩バターが 30g、 卵1個プラス牛乳で 110g にしてください。それからドライイーストが 6g、 それからフィリングの方の材料です。ドライフルーツのこれラム酒漬けなんですけれども、これ私もう3日ほどね、あのラム酒につけてこの水気をペーパーで拭いておきました。ラム酒漬けドライフルーツが 100g、 それからミックスナッツですね、これは乾煎りして軽く刻んでおいてください。これが 50g。 それから今日はちょっと柚子ピールを作ったので柚子ピールも 20g 入れていきます。粉の量と同量のフィリングでいいと思います。今日は強力粉が 170g でフィリングの方も 170g 用意しました。お好きなものでね、同量でやってください。それから今日はシナモンパウダーとナツメグを入れます。本当はカルダモンもねこれに入れたいんですが、うちにはなかったのでナツメグとシナモンパウダーを各小さじ2分の1ずつ入れます。こちらがねパン生地の方の材料です。それからですね、焼き上がった後に塗る溶かしバターですね、これ今から溶かしますが、これ一応今 50g 用意したんですけれども、様子によってね増えたり減ったりするかもしれません。これ一応有塩の溶かしバターを 50g 用意しました。それからうちは今日ラム酒もね塗っていこうと思います。お子さんなんかがねいる方はラム酒なしでもいいです。それから最後にね粉砂糖を振っていきます。はい、それではね今日はホームベーカリーに一時発酵までお任せするので材料をどんどん入れていきます。それから卵と牛乳を合わせて 110g にします。卵は常温に戻しておいてください。それから牛乳も人肌に温めておいてください。これね一応こう今混ぜて、それからですね、ドライイースト 6g は所定の位置に入れます。それから先ほどのフィリングですね、この、ラム酒漬けのドライフルーツとナッツとこの柚子ピールはミックスコールで入れていきます。これでスタートさせます。はい、ミックスコールが鳴りました。それではねナッツ類を入れていきたいと思います。こんな感じで穴が開くんですけれども、私はここに全部入れちゃいます。それでですね、これ飛び散るのがね嫌な方はね、こうラップをねちょっとねこうやってかけておくと周りに飛び散らなくて済みます。こんな感じにね、また回り出します。これでね、あとは一時発酵が終わるまで待ちます。はい、こんな感じでね一時発酵まで終わりました。結構ねベタベタしてます。じゃあねこれ生地を出していきます。これにね粉をね振りますね。ちょっと多めに振ります。はい、このようにね結構ベタつくので粉は多めに振って軽く丸めたらラップをかけます。はい、
これでベンチタイムを10分取っていきます。はい、それではベンチタイムが終了しました。じゃあ伸ばしていきますね。結構ね、ベタつく生地なのでね、粉は多めに振ってください。閉じ目をね、上にします。そしてだいたい 15×25 センチくらいのね、楕円形に伸ばしていきます。はい、こんな感じで 15×25 センチくらいのね、楕円形にしました。そしたらね、これをね、折りたたみます。ちょっと横にしますね。こんな感じでね、少しずらす感じで折りたたみました。ここをちょっとね、綿棒で押さえて低くします。そしてね、ここは軽く手でこうつけますね。はい、それではね、これを天板にのせて二次発酵していきます。はい、こんな感じにね、天板にのせました。そしたらね、軽く霧吹きをします。はい、それでオーブンの発酵機能を35度でだいたい40分くらい二次発酵していきます。はい、こんな感じでね、二次発酵が終わりました。35度でね、40分に設定したんですけれども、5分追加して35度で45分二次発酵しました。そしたらね、すぐにオーブンは180度に予熱してください。はい、それではね、オーブンが180度に温まったのでね、もう一度軽く霧吹きをします。そしたら180度で30分焼いていきます。はい、こんな感じでね、180度で30分焼きました。こんな感じで美味しそうに焼けました。そしたらね、温かいうちにすぐにバターとラム酒を塗っていきます。まずね、ラム酒から塗っていきますね。お子様にはね、これなしでいいですよ。直接バターを先に塗ってしまってください。裏にも塗りますね。はい、それではね、溶かしバターも塗ります。ちょっとね、多かったですね。 50g 用意したんですけれども、 20g か 30g で大丈夫だったみたいです。これはね、また何か他のものに使いたいと思います。そしたらね、このようなね、これ天ぷらを揚げる時のバットなんですけれども、ちょっと下にね、空気が入った方がいいので、こういったね、網の上にこうやって少しね、冷めるまで待ちます。はい、それではね、粗熱が取れたので粉砂糖をまぶしていきたいと思います。裏にもまぶします。それでですね、これ本当はすぐ食べても大丈夫なんですが、3日ぐらいしてからいただくのが一番美味しいので、
私はすぐにねまだ食べないでちょっとね最低でも1日ぐらいでしょうかね、ラップに包んで休ませたいと思います。じゃあねラップにちょっと包みますね。はい、こんな感じにねラップに包んで少し寝かせたいと思います。はい、こんな感じにね一応ね1日ね寝かせてみました。それではねラップを取ってねカットしていきます。はい、こんな感じでねもうバターやラム酒やお砂糖がだいぶ染み込んでいます。だけどねこれもう一度ねお砂糖をちょっとねかけたいと思います。なのでねお砂糖をかけないでバターとラム酒だけ塗って一晩置いてから1日置いてからかけてもよかったですね。はい、じゃあね裏からかけますね。はい、じゃあ表もかけます。はい、こんな感じでシュトーレンの出来上がりです。じゃあねカットしていきますね。ちょっとね手の跡がつくのでちょっとフォーク使いますね。はい、こんな感じのシュトーレンの出来上がりです。ぜひねホームベーカリーがある方は作ってみてください。毎日ね少しずついただいても結構これ日持ちがするのでクリスマスぐらいまでずっと食べられます。はい、それではねカットしたのでね一つ試食してみたいと思います。じゃあいただきます。ラム酒が効いていてとっても美味しくできました。ラム酒漬けフルーツもとっても美味しいですし、周りにラム酒も塗ったのでねとっても1日置いたら染みてとっても美味しくなりました。お子さんにはねラム酒なしで作っても大丈夫です。もう一口ねいただいてみます。すごく美味しいです。うん、ホームベーカリーにね一緒にミックスコールで入れてもとっても美味しいシュトーレンができるので、ぜひねホームベーカリーで作ってみてください。気になる方は生地だけできたら手でねフィリングを混ぜても大丈夫です。皆さんご視聴ありがとうございました。ホームベーカリーでもね簡単にシュトーレンができるのでぜひある方はやってみてください。それでは皆様お元気でまたお会いしましょう。バイバイ、またね。証券ママでした。